を紹介いたします。第1レーン小川拓夢くん、常葉大学。第2レーン入り広美くん、関西学院大学。第3レーン斉藤優馬くん、筑波大学。第4レーン田中裕介くん、日本ウェルネススポーツ大学。第5レーン小池祐樹くん、慶応義塾大学。第6レーン山下純くん、筑波大学。第7レーン徳山玲くん、早稲田大学。第8レーン斉藤育真くん、東京学芸大学。以上8名によりまして、男子 200m 競走決勝です。小池くん慶応義塾大学、20秒58。2着田中くん日本ウェルネススポーツ大学、20秒62。3着山下くん筑波大学、20秒77。スクリーンはただいまのレースの確定結果です。追い風 1.6 メートルでした。